ゆうちゃまのひとりごと。ドラマ特撮ガガガを語ろう。どうもゆうちゃまです。このドラマはですね、特撮好きの方にはぜひ一度見てほしいような、そんなドラマです。特撮好きの方で親や友達知り合いに特撮好きを隠すって一度はあるんじゃないでしょうか。僕もね、結構隠してた方だと思うんですけど、特撮好きじゃなくてもアニメだったりアイドル、鉄道とかね、自分のハマってるものを他の人に知られたくない、惹かれてしまうのが怖い、そんな思いがね、このドラマにはしっかり描かれててすごく良かったです。中村さん周りの吉田さんや北城さん、ダミアン、任侠さんなどなど、お友達が徐々に増えていくのが本当に微笑ましくて良かったですね。中村さん良かったねって気持ちで、あのカラオケの回とか見てました。特撮方面も結構しっかり作られていて、シシレオとかエマージェイソンのスーツをちゃんと作ってくれてたのも良かった。あれで終わるのもったいなくないですか。せっかくだから半年くらい放送してくれていいのにっていう気持ちなんですけど、僕的には全7話は短すぎる。25話、まあせめて12話とかやってほしかったですよ。そう思うゆうちゃまです。原作もね、僕あの読ませていただいていて、なんか原作の雰囲気をまんまドラマでこう落とし込んでやってたので、すごく見やすくて、ドラマとしてすごく良かったですね。特撮ガガガシーズン2心待ちにしてますよ。また特撮ガガガのこう特撮オタクの心をがっちり掴んでくれるような話待ってます。ゆうちゃま待ってます。それではバイバイ。声優さんも結構豪華でしたよね。ラストは宮内さんが出たりして衝撃的でした。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。